とみんな、やっほー、エグゼイドだよ。今日はメルちゃんのお家に遊びに来たよ。メルちゃんが好きそうなピンク色のヒーローもこんなにたくさん一緒に連れてきたよ。メルちゃん、遊ぼう。メルちゃん、あれ、メルちゃんいないのかな。約束してたはずなのにな。開けてみようっと。ガチャ。あ、君は。いたたたた、急にドアを開けるなよ。エグゼイドレベル3じゃないか。あ、レベル2。お前もメルちゃんのお家に遊びに来たのか。そうだよ、メルちゃんもうすぐ帰ってくるみたいだよ。外で待ってようよ。うん。うわー、それにしてもレベル2のトラックにはこんなにたくさんピンクのヒーローがいるのか。すごいな。そうなんだ、たくさん集めたんだよ。俺もピンクだからこのトラックに乗ってみるよ。おお、ありがとう。よし、そろそろメルちゃん帰ってきてるかな。メルちゃん、メルちゃん、あれ、まだ帰ってきてないのかな。開けてみよう。うわあ、君は誰。いたたたたたた、あ、ゴーカイジャーのゴーカイピンク。エグゼイドもメルちゃん待ってるの。うん、そうなんだけどまだ帰ってきてないみたいだね。外で待ってましょうよ。うん。うわー、エグゼイドのトラック、たくさんピンクのヒーローがいるのね。そうだよ、たくさん集めたんだ。私もピンクだから乗っていいかな。いいよ。ありがとう。どんどんピンクのヒーローが増えていくな。よし、そろそろメルちゃん帰ってきたんじゃないかな。おーい、メルちゃんいるんでしょ。あれ、いないのかな。よし、ドアを開けてみよう。ガチャ。うわ、なんか飛び出してきたぞ。君は？あれ、中にもう一人いる。こっちの子も誰かな。あ、キューレンジャーのワシピンクと特急ジャーの特急5号じゃないか。もしかして二人ともメルちゃんを待ってたの？そうよ。まだ帰ってきてないみたいだから外で待ってなきゃダメだよ。うん、わかった。うわー、なにこれ、トラックにピンクのヒーローたくさん乗ってる。ワシピンクと特急5号もこのトラックに乗っていいよ。やった。うわー、大丈夫か。みんな、トラックがだんだん狭くなってきて落ちちゃう人が出てきたな。どうしよう。よし、詰めたらなんとか全員乗れたぞ。もうこんな時間だ。そろそろメルちゃん帰ってきてるでしょ。これ以上遅くなったら日が暮れちゃうよ。おーい、メルちゃん、遊ぼうよ。日が暮れちゃうよ。メルちゃん、まだ帰ってきてないのかな。開けてみようっと。ガチャ。うわー、なんだこれは。ピンクのヒーローがまたまたたくさんいるぞ。みんな、なんで勝手にメルちゃんのお家に入ってるのかな。はい、一人ずつ並んでね。この子はニン忍者のモモ忍者。外で待ってなきゃダメだよ。はい。次の子は真剣ジャーの真剣ピンク。外で待ってなきゃダメだよ。はい。この子はゴセイジャーのゴセイピンク。みんな外で待ってるよ。私も外で待つ。この子は冒険ジャーの冒険ピンク。ちょっと冒険しすぎちゃった。この子はマジレンジャーのマジピンク。魔法を使ってメルちゃんのお家の中にいたの。そして最後は恐竜ジャーの恐竜ピンク。ガオー。うわー、そしてメルちゃんはやっぱりいないぞ。どうしよう、もうこれ以上トラックに乗らないし。でもまだこんなにピンクのヒーローが。エグゼイド。あ、メルちゃん遅いじゃないか。ごめん。あ、
何このトラック、可愛いピンクのヒーローがたくさんいるね。そうでしょ、メルちゃんと一緒に遊ぼうと思って。メルちゃんもここに乗る。え、メルちゃんもう乗れないよ、そこのトラックには。乗る。よいしょ。あれ、ピンクのヒーローが全部落ちちゃった。メルちゃんゆっくりトラックに乗らなきゃダメだよ。みんなどのピンクのヒーローが好きなのかな、教えてね。それじゃあまたね、バイバーイ。